アキスの認知件数推移、1967年以降、アキスとは、窃盗や強盗の手口の一つで、ケニンガルス中の家屋に侵入して、金品を盗むこと、またはそれを行う者の,のことを言う。アキス狙いとも言う。これとは逆に、ケニンが在宅中の家屋に忍び込んで金品を盗むこと、またはそれを行う者の,のことを、イヤキという。また、イヤキのうち、 特に家人が就寝中の家屋に忍び込んでこれを行うこと、またはそれを行う者の,のことを忍び込みという。空き巣焼き忍び込みを総称して住宅対象侵入窃盗という。住宅対象侵入窃盗の約3分の2を空き巣が占め、侵入窃盗の中で最も多い犯罪である。現行の住宅対象侵入窃盗犯罪を指す空き巣は、 大正から第二次世界大戦前に犯罪上就者間で用いられた狙い、昼飛び、日中等と同義の因語の一つとされる。法務省と警察庁の統計データより、1967年から2019年の認知件数は、1967年から1969年にかけて増加し、1969年は1967年以降、 最多の186,986件となった。1970年から1997年は一時的な増加があったにせよ減少傾向であり、1997年は79,746件であった。1998年から2002年は増加傾向であり、2002年は147,500件であった。2003年以降は、 減少傾向となり、2019年は1967年以降、最小の19,584件となった。そして、警察等に認知されていない犯罪の件数を含めて、実際の犯罪実態を調べる目的で2000年、以降数年に1回行われる、法務省の2019年、犯罪被害実態調査により、アキス等の侵入等も含まれている不法侵入の、 被害があった人の割合は2018年中に被害があったと回答した者の,の割合は 0.7%2014 年から2018年の間にあったと回答した者の,の割合の場合は2.3%であった。なお、不法侵入の被害にあった者の,のうち金品の被害にあった者はわからないと回答した者を除いて約58%と6割近くを占めている。 また、また、2018年に不法侵入の被害にあったと答えた人のうち約2割が2回以上被害にあっている。この調査は2000年以降5回行われているが、被害に遭う割合は2008年調査まで4%前後だったが、2012年調査以降、被害率が低下し、2019年犯罪被害実態調査では、 今までの調査の中で最も低い被害率となった。そして、被害を警察に届け出た割合は約 46. 9、約46.9%と半分に満たない。もし、警察が把握した認知件数に、先ほどの申告した割合で割った場合、2019年の暗数を含めた推定被害件数は、約4万1800件となり、約2万2000件が届け出されてない状態となる。 ありがとうございます。